調査道撤収作戦は朝鮮戦争中に行われた海上撤退。8月11日から20日までの戦戦1950年7月17日以来、韓国軍第3師団と人民軍第5師団で英徳の争奪戦が続いていたが、8月8日に韓国軍は英徳を執貫した。8月9日、第3師団は司令部を調査道に移し、 南古道北側で阻止した。人民軍は海岸道沿いの進行はアメリカ海軍と空軍によって不可能であったため、大白山陸を塗って南進を続け、第三師団の左側配を脅威した。10日には人民軍の軽装備部隊が境界に侵入して、第三師団の退路を遮断し、11日には後方の歩行を占領した。歩行の陥落を知った。 近赤原順章は、一個連隊で厳前線を維持させ、一個連隊と第十一砲兵大隊で、歩行を奪還しようとしたが、古門間のエメリッチ中佐の反対で中止となった。巡洋艦ヘレナ特逐艦三隻、第四十戦闘爆撃大隊が支援していたが、夜間はどうにもならず、補給も大勝がちで少量の空輸が時々行われる、程度であった。そのため、 第三師団の陣地は徐々に狭められていった。さらにこの頃、人民軍第十二師団が固形に侵入したため、第三師団の退路を開け計する望みが立たれた。第八軍司令官大川中将は、第三師団の会場撤退を決心した。韓国陸軍本部にもこの旨を極秘で報告し、8月14日、韓国陸軍本部は、第三師団に、 海上撤退の準備を指示した。近赤原巡将は木との秘匿のため、大体長級以上の幹部にだけ知らせ、警察隊と避難民には国費にした。8月15日、第3師団にヘリコプターが派遣され、薬品の補給と負傷者の構想がなされた。近赤原巡将は、海上撤退を考慮して、第23連隊を、地座街道一帯、第22連隊を、 独石里一帯に配備した。8月16日朝、第3師団に連絡機が飛来し、LST を今夜派遣する、LST の通る機海岸を報告せよ。30分後に、再び飛来すると記した、通信塔を投下した。第3師団は、水深と海岸の状況を勘案して、撤収地点を、独石、里蘇子里の間1キロの砂浜に決定し、 連絡機にその旨を通知すると、午後9時に LST4 隻が着岸する。必要な準備を支給整えよと通報した。同日夜、第3師団は、三方四門を海岸に配置して猛射させ、他20両余りの車両をヘッドライトをつけたまま、調査道南側の坂を登らせ、帰りは微光灯で戻し、またライトをつけて登らせる、という作業を一晩中繰り返した。 さらに、第一戦には、少数の兵力を残して午後10時に離脱させ、残地部隊は一斉に射撃して、攻撃を仮装させた。これによって、増援を受けて、反撃に転じるかのように偽装した。避難民には、明け方に、師団長が演説するから、海岸の王地に集まれと集合を命じ、集まったところで素早く乗船させた。8月17日午前6時までに、 将兵9000人、警察隊1200人、地方公務員、労務者、避難民などの1 0余人、一切の車両や軍需品を積み終え、甲子牛まで乗船させて離岸した。火が昇ると、人民軍は撤退に気づき独石里の裏山から迫撃砲と機関銃射撃を加えてきたが、飛来したアメリカ空軍がこれを制圧した。ところが、師団長以下の首脳陣が、 援護部隊の撤収を見届けるために残っていたので一隻の LST が離岸できなかった。船の乗組員は日本人であったが、迫撃砲弾が至近距離で炸裂すると貨物運搬の契約はしているが、砲弾が飛んでくる中での仕事は契約していない。だから保険にも入っていない。出版すると言って離岸した。これに驚いた四段参謀長の穴国鎮中寮は、 憲兵に泳がせて、船長を説得させた。再び接岸させると援護中隊が到着したので、彼らを乗せて離脱した。第三師団は、九龍浦に到着し、20日までに新兵の補充を受けて、部隊を再編成した。そして便主隊と交代して、再び第五師団と交戦した。ありがとうございます。